うすぐ新学期か。なんでそんなに嫌そうなの？新学期楽しみじゃないの？楽しみだけど楽しみじゃない。どういうこと？だって学年が一つ上がるだけで今までの生活と何にも変わらないんだよ。まあ確かにそうだね。クラス替えもないし担任の先生も同じだからね。毎日毎日同じことの繰り返しでたまには刺激が欲しいよ。じゃあさ、辛いものとか食べたらいいんじゃない？キムチとか辛いラーメンとか。刺激ってそういうことじゃないから。じゃあどういうこと？例えば空からお金が降ってくるとか、朝起きたらお家がお菓子の家になったりとかさ。それいいね。楽しそう。ほらほら、そんなくだらないことばっかり言ってないで早く寝なさい。あ、いつの間にいたの？さっきからずっといたわよ。春休みだからって夜更かししちゃダメって言ってるでしょ。早くベッドに入りなさい。はい。おはよう。あれ、お父さんもお母さんもいないみたいだね。どこか出かけてるのかな。買い物にでも行ってるのかもね。ああ、僕お腹空いたよ。じゃあ二人が帰ってくるまでテレビでも見て待ってようか。うん、そうだね。続いてのニュースです。中野島に住んでいるチャウヤン容疑者、タンタン容疑者が窃盗罪の容疑で逮捕されました。お父さん？お母さん？静かに、テレビの音が聞こえない。2人は3月31日午後3時頃、中野島公園にあるタイヤの遊具を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、公園で遊んでいた小学生が2人の犯行を目撃していたことから夫婦を特定したということです。大きな大人2人が泥だらけになりながらタイヤを盗んでいくところを見ました。2人とも悪い顔をしていてとっても怖かったです。なお、2人は容疑を否認しています。お父さんとお母さんが窃盗？嘘でしょ？窃盗ってどういうこと？そんなに悪いことなの？窃盗っていうのは誰かのものを盗んじゃうってことだよ。まさかお父さんとお母さんがそんなこと。ねえ、お父さんとお母さんはいつお家に帰ってこられるの？どうだろう、もしかしたら5年とか10年牢屋にいることになるかもしれない。10年も？お父さん、この牢屋から出られるまであと10年。子供たち元気かしら。10年もお父さんとお母さんに会えないなんてやだよ。かわいそう。そんなこと言っても悪いことをしたから牢屋に入れられるんだよ。でもさ、容疑を否認しているってことはお父さんとお母さんは盗んでないって言ってるってことでしょ。そうだよ。そもそもお父さんとお母さんが物を盗むわけがない。きっと何かの間違いだ。じゃあ今から警察に行って話してみよう。そうしよう。ちょっと待って、私たち子供の言うことなんてきっと聞いてもらえないと思う。じゃあどうしたらいいのさ。盗んでない証拠を私たちで見つけようよ。なるほど、いいアイデアかも。ジャスミン、ナイス。そうと決まれば早速証拠集めだ。頑張るぞ。絶対に見つけよう。ふん。事件があったのは3月31日の午後3時頃って言ってたよね。二人が家にいたとすれば盗むことはできないね。その時お父さんとお母さんは何してたかわかる？31日は私とお姉ちゃんは出かけてたよね。3時っていうことはおやつの時間でしょ？あ、そういえば僕がここでおやつを食べようとしたら二人で出かけて行ったよ。じゃあ事件があった時間は家にいなかったってことか。あ、何か思い出したの？そういえばその日の夕方家に帰ってきた時。ただいま。おかえり。ってその服どうしたの？なんか汚れてるけど。え、あ、これはね、ちょっと泥遊びをしていてね。ね、お父さん。へえ、大人が泥遊びなんて信じられない。たまにはやりたくなるのよ。
あれってもしかしてタイヤを盗んでたから泥だらけになったってこと？今思えばお母さんもお父さんも焦ってて怪しかったんだよね。そういえば私、お父さんとお母さんにマッサージをしてあげたんだよね。マッサージ？腰が痛いとか腕が疲れたって言ってたから1時間くらいマッサージをしたんだよ。まさかそれって重いタイヤを運んだから疲れてたってこと？ちょっと待って、なんか犯人である証拠しか出てこないんだけど、本当にやっちゃったのかな。念のためお父さんとお母さんの部屋も見てみよう。何か見つかるかもしれないし。怪しいところはあるかな。何かないかな。あれ、ここに隠してあるものって、これってニュースで言ってた盗まれたタイヤじゃない？もうこれはお父さんとお母さんが犯人である証拠だね。ねえ、お父さんとお母さんがいなかったらこれから先僕たちだけでどうやって生活していくの？お金のことは私がアルバイトして何とかする。家事も3人で分担しよう。辛いけどここまで証拠が揃ったら覚悟を決めるしかないね。3人で強く生きていこう。うわあ、そんなのやだよ。パンタ、泣いても戻ってくるわけじゃないんだから。うわあ、やだよやだよやだよ。警察です。ご両親の件でお話を聞きに来ました。警察？私たちも話を聞かれたりするのかな。今見つけた証拠を出してありのままを話そう。あなたたちが容疑者の子供だね。お父さんとお母さんが悪いことしてごめんなさい。なんて、てってれー、ドッキリ大成功。お父さん、お母さん、どういうこと？ドッキリ？捕まったって嘘なの？あのニュースは私たちが作った嘘の動画よ。テレビをつけたら再生されるように仕組んでおいたの。じゃあ事件があった時間にわざと2人で出かけたってこと？泥だらけの洋服は？あれもわざと泥をつけて帰ってきたのよ。私がマッサージしたのは腕や腰が痛いって言ってたじゃん。そういう演技をしただけよ。ジャスミンのマッサージ気持ちよかったわね。じゃあ逮捕されたっていうのは嘘に決まってるじゃない。なんだよかった。もうなんでこんな嘘ついたの？僕たちすっごく焦ったんだよ。騙すなんてひどいよ。だってあなたたち言ってたじゃない、毎日同じことの繰り返しでつまらないから刺激が欲しいって。あ、だからエイプリルフールの今日、みんなを騙して刺激的な一日にしてあげたのよ。いくらなんでも刺激が強すぎるよ。心臓に悪い。もう刺激なんて当分いら